2020明治安田生命 J1 リーグ第17節、柏レイソル対サンフレッチェ広島の一戦もお楽しみいただきます。柏のメンバーです。ゴールキーパーキムスンギュ、北爪山下小賀三つ丸の4バック、中盤三原大谷豊島江坂小屋とルンガの2トップです。広島です。ゴールキーパーは林です。野上、荒木、佐々木、茶島、川辺、青山、柏、浅野、森島、そしてワントップドーグラス、ビエイラ。さあ江坂、外からまくった三つ丸クロス、これは流れて小屋が拾いに行きます。触れなかった林、拾い直した小屋はキープしますが、柏吉文がついていました。クロス、オレンヤこぼれ球、小屋入れ直し、これはブロックです。決定機きました。柏右足も怖いんです。オルンガ、入れ替わった北爪、北爪シュートだー、外です。浅野雄也、柏吉文、ワンツー、深さ取った柏、折り返しドーグラス、ビエイラ先制、サンフレッチェ広島、ワンツーで左を崩しました。仕上げはドーグラス、ビエイラ、今シーズン6ゴール目になります。完璧な崩しでしたね、サイドからね。うまく間で受けました浅野ですが、ちょっとうまくコントロールできず、江坂スルーパス、小屋がスペースに抜けてきて折り返し、ゴールが打てない。いや決定機でした柏。荒木、三つ丸、落ち着いてコントロールしてから背後へ、オルンが迫ってます。オルンが来た、おっと入れ替わる、オルンがナイスカバー、荒木です。今のは福田さん、オルンが持ち替えてもいいぐらい時間ありましたね。どうしてもね、オルンガがもう爆発的なこう得点を重ねているんで、オルンガに注目が集まりますけど、はい、やっぱり柏の攻撃支えてるのこれ江坂ですよね。あ、フリーになった北爪だ、北爪ナイスコントロールからフィニッシュ、北爪が取りました、1対1。前半のアディショナルタイム、完璧なラストパスから北爪です。ワンタッチで江坂が一番遠いところですよね、北爪を見ていって、いいタイミングで上がってきて、ファーストタッチも落ち着いてですね、自分の思ったところ止められたんじゃないですかね。これが北爪は J1 初ゴール。江坂スペースへ出して小屋を走らせます。さあ小屋、勝負もできる局面です。小屋が行った、小屋だ、ナイスゴールカバー、柏良文よくゴールカバー入ってました。クロスが来た、オルンガに入る、こぼれ球江坂切り返して江坂、わずかに右です。野上が前線に蹴ってハイネル、山下の足が出ましたが拾ったのは川辺、ドーグラス、ビエイラ、さらに東が来る、クロスが来た、レアンドロ・ペレイラだ、キムスンギュ、よく手が出ました。ちょっとタイミングは取りづらかったでしょうけど、そうですね、はい、叩きつけましたから、キムスンギュとしてはちょっとタイミング外されましたよね、はい。三つ丸入れます、ヘディング、クロスバー、こぼれ球、オレンガ、小屋ですか、決定機でした柏。下がりながらですね、下がりながら伸びてきます。これはハイネルクリア、エゼキエウはスピードあります、勝負していいんじゃないですかね。シャルジソンが遅らせました、ただハイネルが内側から来た、
裏にこぼれて北爪対レアンドロペレイラ、入れ替わればビッグチャンス、中折り返した、決定機でした。広島待っていたのは東、これは決定機でした。そうですね、鎌田、大谷、鎌田、オルンガだ、オルンガ、豊島が来たぞ、豊島、オルンガ決められず、決定機でした、豊島いいランニングしますね、豊島は。ここで試合が終わりました。1対1、最後はお互い消耗戦になりましたが、勝ち点1を分け合うことになりました。